あんたたち。ゲゲ、エステル。あ、ヨシオお兄ちゃん。失礼ね。何よそのゲゲってのは。急いでるみたいだけど、どこかに遊びに行くつもり？気をつけないとダメよ。カイドウには魔獣もいるんだからね。変だ。うっさいな。男のやることに女が口を出さないでくんない？ブレイサーでもないくせにさ。ふっふっふん。甘い。甘すぎるわよ、ルック。パーゼル農園のミルクより甘いわ。まさか。つい先ほどをもちまして、私遊撃士資格を得ましたの。正真正銘本物のブレイサー。見習いみたいなもんだから言われるような立場じゃないけどね。そこ水をささないの。あー、すごいすごい、お姉ちゃんたちやったね。いい子ね。小生意気な悪ガキやひねくれたお兄さんと違って。そんな、俺の方が先にブレイサーになるはずだったのに。ヨシア兄ちゃんならともかく、エステルなんかに先を越されるなんて。何よそのなんかってのは。だいたいね、16歳以上じゃないとブレイサーにはなれないんだから。教会の日曜学校に通ってるお子ちゃまには無理なんだからね。大人げないな。本気で張り合ってるし。くそー、覚えてろよ。俺も秘密基地で特訓してすぐにブレイサーになってやる。パッド、行こうぜ。うん。お姉ちゃんたち、またね。まったくルックったら、すぐ突っかかってくるんだから。私嫌われてるのかな。いや、むしろ逆だと思うけど。逆？ま、男の子ってことさ。それにしても秘密基地か、ちょっと気になるな。なんかそそられる響きよね。幼い頃のピュアなハートを揺さぶられるっていうか。いや、気になるっていうのはそういう意味じゃないんだけど。いやー、エスティルとヨシアか。いらっしゃい。新しい靴を買いに来たのかい？え、新しいの入ってるの？ストレガーの新作とか？早速目的を忘れかけてるし。靴じゃなくて、父さんに頼まれたリベール通信を買いに来たんだろ？あ、そうだった。ははは、相変わらず熱心にコレクションしてるね。残念ながらストレガーの新作は出てないよ。リベール通信なら入ってるけど。それじゃあ一冊もらおうかな。毎度、100ミラいただくよ。うちの父さんいつもこの雑誌買ってるけど、これそんなに売れてるんだ。腕のいい記者とカメラマンがスクープをものにしてるらしくてね。あと、女王生誕祭に関連した連載記事が当たってるらしいよ。そういや、君たち、無事、ブレイサーになれたかい？最後の研修だったんだろう？任せて。って、どうしてリノさんがそんなことまで知ってるのよ。
君たちはある意味ロレントの有名人だからね。お客さんからいろいろと話を聞くんだ。さすが田舎町、侮れないネットワークだわ。まったくだね。ああ、そうそう、これは僕からのお祝いの品と言ってもただで仕入れた試供品なんだけどね。え、何これ。レシピというと料理のですか。魔獣と戦って傷ついた時なんかにいつも薬を使うとミラがかかるだろう。その点料理だったら食材さえあれば基本的にタダなんだ。新しい料理を食べたらその手帳にレシピを書き込んでいって、どんどん料理を覚えていくといい。じゃあちょっと試してみようか。エステル、このクッキーを食べてみて。それじゃあ遠慮なく。とまあこんな具合だよ。料理は食べて覚えるのが基本さ。見たことのない料理はとりあえず食べてみた方がいいよ。なるほど、これは便利そうですね。料理は嫌いじゃないけどなかなかうまくならないのよね。でもなんとかレパートリー増やして父さんをうならせてやりたいかも。そうそう、その意気だよ。ちなみに食材のご用はリノン総合商店はよろしく。さすがはリノンさん、商売が上手ね。ありがたくいただいておきます。やけに慌ててますけど。少し面倒なことになったの。今日はカシウスさん自宅にいらっしゃるのかしら。うん、家で書類の整理をするとか言ってたけど。ねえ、何かあったの。ルックとパッド知ってるわよね。もちろん、さっき会ったばかりだし。彼らがどうかしたんですか。それがユニちゃんが教えてくれたんだけど、二人して北の郊外にある翡翠の塔に行ったらしいのよ。
翡翠の塔？あそこ、確か魔獣の住処になっていなかったっけ？ええ、その可能性が高いわ。シェラザードも出かけてるから、カシウスさんに保護を頼みたいの。何言ってんの、アイナさん。今すぐ追いかけなくちゃ。私たちが連れ戻してくるよ。でもね、あなたたちは資格を取ったばかりだし。アイナさん、ここはエステルが正しいと思います。急げば塔に着く前に追いつけるかもしれません。わかったわ。責任は私が持ちます。遊撃士協会からの緊急要請よ。一刻も早く子供たちの安全を確保して。了解。わかりました。翡翠の塔は丸ヶ山道の途中を西に折れた先にあるわ。丸ヶ山道は町の北口方面よ。私はギルドで待機しています。何かあったら連絡してちょうだい。早速の初仕事ね。よっしゃ、急ぎましょう。あ、負けられないんだ。
先に進もう。終了、先に進もう。翡翠の塔まで来たけど、参道にいなかったってことは、あの子たち中に入っちゃったのかな。その可能性が高そうだね。中に入ろう。急ぐ必要がありそうだ。
怖がるなよ。まだ最初の回じゃないか。やっぱり入ってたか。エステル？ルック、パッド、聞こえるなら返事しなさい。あの野郎ども、私を無視するつもり？いや、ひょっとしたら2階に上がったのかもしれない。とにかく奥に進んでみよう。みんな無事でよかった。それに突入のタイミングもなかなか良かったと思うよ。そっかな。終わったの？すっげー。エステル結構強いんだな。女のくせにやるじゃんか。このおばか。何すんだよ。まったく、あんたはもう乗り気じゃないパッドまでこんなところに連れてきたりして。反省しなさい。言ったった、やめろってば。暴力女バカエステル。おまけに命の恩人に対してその口の利きよう。きついお仕置きが必要みたいね。いたたたたたたた。エステル姉ちゃん、許して。僕が悪かったです。あのお姉ちゃん、そのくらいで許してあげてよ。いいのよ、この悪ガキにはこれくらいした方が身のため。エステル、後ろ。よかった、来てくれたんだ。まだまだ甘いな、エステル。見えざる脅威に備えるため
常に感覚を研ぎ澄ませておく。それがブレイサーの心得だぞ。父さん、どうしてここに？何？アイナから話を聞いてな。すぐに塔に向かった行動力ととっさの判断は評価できるが、爪が甘かったようだな。面目ないです。助かったよ、父さん。ごめん、僕がついていながら。守ることに関してはお前もまだまだということだ。精進すればそれでいい。それでは帰るとしよう。おーし、坊主ども、歩けるな。カシウスおじさん、エステルの何倍もかっこいいよ。当たり前だ。それじゃあ町に戻るぞ。エレン、助けてくれたのは感謝するけど、なんで父さんがいいところを全部持ってっちゃうのよ。それは仕方ないよ。なんといってもカシウス・ブライトだからね。大変だったみたいね。まったく父さんたら、町に到着するなり報告は任せたとか言ってとっとと家に帰っちゃうし、ほんといい性格してるよね。まあいいじゃない、あの子たちも無事だったんだし。とりあえず報告は以上です。初任務お疲れ様でした。報告を聞いた感じだとあなたたちも頑張ったみたいね。胸を張ってもいいと思うわよ。そうかな。大丈夫、次はもっとうまくやれるわ。また何かあったらよろしくね。それじゃあエステル、帰ろうか。そうね、帰って夕飯の支度をしなくちゃ。あー、ちょっと待って、カシウスさんに手紙が届いてたの。さっき渡しそびれてしまったから届けてもらえないかしら。仕事関連の連絡かな。そうだと思うわ。外国の支部からみたいだけど。外国の支部ですか。遊撃士協会があるのはリベールだけじゃないからね。カシウスさんは顔が広いから、そういう手紙は時々届くのよ。それではよろしくお願いね。